こさめチャンネルをご拝聴いつもありがとうございます。歌三線の恵美こさめです。本日は海の声をタブ譜で弾くを解説いたします。本来沖縄三線ではこのような縦の譜面クンクン C というものを見て演奏するものですが、それが見にくいなということで五線譜のタブ譜というものが、今ではたくさん出ています、はい、たくさんいろいろとありますが、私の教室では、手書きして見やすくしているんですね、その譜面をちょっとご紹介したいと思います。まず三線にシールを貼ります。1、2、3、4。海の声ではこの4つのシールがあれば弾けますので、まずは4枚のシールを貼ります。そして構えた時に1つ目のシールは1、人差し指で弾く。2つ目のシールは2、2の指で弾く。3、3のシールは3の指、薬指で弾く。そして海の声を弾いてみたいと思います。はい、タブ譜です。3200000と最初書いてありますね。その320というのは、3のシール、2のシール、そして0は、指を押さえない開放弦ということで320ということです。そして一番上の線、真ん中、下とあります。で、一番上の線は高い音の糸を引く。そして320です。それでは実際に弾いてみます。3のシールは薬指で3、2のシールは2の指、中指で2を押さえる。そして320は開放弦で押さえないで鳴らす。ここまで弾いてみます。で、一番下の糸を引きます。はい、これが海の声の聞き慣れたフレーズですね。続けて弾いてみます。はい、これが海の声の始まりです。今弾いたフレーズがこの1行目になります。320うん、0うん、0うん、200うん、0うん、0うん、このような数字で横の譜面だったらいかがですか。少し三線って入りやすそうな楽器だなぁと思った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ここまでで、沖縄三線という楽器は、薬指は使っていいのという声が聞こえてくるかもしれませんが、本来沖縄三線という楽器は古典のものしか演奏しなかったんですね。その際には薬指は使わないというのが、ルールになっていたようです。実際、ポップス沖縄歌謡が、こんなに溢れてくると、古典のものでなくポップス歌謡曲の場合は薬指を弾いた方が実際に弾きやすい曲があると思います。2から3のシールまで行くときは2、3、薬指で弾いた方が距離感がちょうどいいので、薬指でなく小指で弾くと2、3、このような窮屈な、感じに指がなりますので、2、3と中指、薬指と使うとちょうどいい距離が出ると思います。でも例えば1のシールから3のシールに行くとき薬指で取ろうとするとちょっと届きにくいですね。ですので1から3に行くときは小指を使い、人差し指で1、そして3の指を小指で弾くのがおすすめですね。小指の方が、3はこの場合は届きやすいですね。行ったり来たりするので、小指の方がいいと思います。
それでは海の声通して弾いてみます。ありがとうございました。エミ小雨教室ではこのタブフの他にもちろんクンクンシーの用意もあります。最初この縦の譜面クンクンシーがちょっと入りにくいな、読みにくいなという方には、最初この数字のタブフから入られるのもいいかもしれませんね。それでは本日も小雨チャンネルご拝聴ありがとうございました。